さだかさん、またお会いしましたね。なんという偶然。いや、絶対入ってきたでしょ。いや私は巡り巡ってこの地へ降り立ったのだ。そういえば、さだかさんはCOD 歴とかっていうのはどんな感じなんですかね。普通に1年くらいやっただけですよ。1年くらいやって。そうなんですか。なんかやったそのシリーズといいますか、他にあるんですか、 BO2 以外に。ああ、どうするですか、ね、ですわ。誰やねん、おい。誰や、外人か。今さだかさん喋っとんねん、静かにしとき。はい、どうぞ。さだかさん、どうぞ。で、ビオ、あのプレスリー版のビオセラーあるじゃないですか。ああ、はいはい、そのビオ3やったぐらいですかね。あ、そうでございましたか。あ、なるほどですね。はい、いや、僕もですね、このゲーム、初めて、長くはないんですけどね、3日前ぐらいにゲオで投げ売りされてたこの BO2 買わさせていただきましてね。早くないですよ、プレステージ行くの。いやいやいや、ちょっとドハマりして、ここ3日間ぐらい、本当寝てないでございますよ。やば。いや、今、目の下、もパンダさん状態ですごいことになってますからね、私。やばいっすね。いや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 、もう本当に皆さんに追いつこう追いつこうと必死なあまりこんな姿になってしまい、もう悲惨な状態でございます。あ、ちなみにプレステ4はお持ちで。はい、あ、まだ持ってないっすよ俺。そうなんですか。はい、なんかお小遣いを貯めて買うみたいな感じですかね。はい、そうですか。まあ、そうっすね。まあそういうこと。いや、僕、一応プレステ4はあるんですけどね、まあ、非常に、はい、いいものでございまして、非常にお勧めしたいなと思います。今なら1980円で、税込み価格1980円でお売りしておりますのでね。ぜひこの機会に佐田さんもお手に取ってください。安すぎでしょ。いやいや、このゲームは非常に難しい。それにしても新明細出すの早くないですか。新明細ですか。いや、金明細です、金明細。金明細、あ、これはですね、ランチャーはですね、マジで早く終わりますよ。ああ、そうなんすか。ランチャーは適当になんかパッコンパッコン打ってたら、あら不思議、もう金ピカにやっちゃったみたいな感じになるんでね、もう非常に簡単なものになっていますのでね、ぜひ、さだかんさんもね、金の肉棒。いやー、面白いっすわ、マジで。いや。私、別に面白くやろうと思ってるわけじゃなくて、これが私の素でございましてね、ちょっと自分でも困ってるんですよね。友達がどんどん逃げていくっていうね、リア友は本当にどんどん逃げていく。話してないですか、普通に。いや、私は一人で精一杯頑張っておりますのでね、もうその辺はね、もう慣れていますね。はい、人生16年間私はぼっちでございますからね。やばくないですか。いや私の友達といえばですね、そうなんですよ、18禁コーナーの向こう側にあるね、ディスクたちですよ。やっぱりゲームたちは私のね、唯一かけがえのない友達でございますからね。いや終わってますよ。いや終わってないですよ。私はそれがあればもうこの世に必要なものは何もない。そう、お金だっていらない。はい、お金ないと生活していけないですか。私はですね、その18禁コーナーにあるそのゲームを食べて生きているっていう、ゲームの女の子を食べて生きている。あ、死んじゃった。いや、申し訳ない、私としたことが。ちょっと発狂してますね。でですね、あれ、日本人ですか。 It's Japanese! ケンタッキー気持ちいいですわ。もうこれ何見てるか彼分かりましたよ。私はですね、私は人のね、心の中が見えるというね、最強の能力を持っていますからね。実に、ハル君、君の見ている動画は桐崎英二君だ。あ、そうだよ。ねえ、あ、ところで、さだかさんは桐崎英二君とか、 なんか YouTube といったものを見るんですかね。ああ、よく見ますよ。本当ですか。なんか、はい、やっぱ COD の動画とかよく見られるんですかね。まあ、普通に見ますよ。あ、そうですか。なんか、はい、この人は大好きみたいな、いるんですか、そういう。ハイグレタモーとか。ハイグレタモーさん。うん、聞いたことあるぞ。めっちゃ緊張しちゃって。なんか、ハイグレタモーさん、どんな感じですか。モノマネとかなんかできるんですか、その。普通に発狂して、なんか、遊んでる、COD プレイしてるみたいな。発狂する COD ですか。なんか、例えばあれですかね、なんか、なんか、はぁー
みたいな感じのあれですかね。ああ、そうっすね。てか知ってるじゃないですか。いやいやいや、私は YouTube というものはね、そこまで見ておりませんくてね、やっぱり人の心が読めると言いますか。おっと、そこにいるのは知っている。カットしていく。やば。なんか、まあまあ僕もね、YouTube ちょくちょくまあ見たりするんですけどね、はせしんさんとか、ななかさんがなんか、よく見たりするんですよね。はい。あ、俺も見ます、その2人。そうなんですか、なんかすごくお上手っていうか、もうすごい、やばいですよね。はい、ですよね。あ、いますね、いますね。なんか、2人でさっきから仲良くコロンコロン転がってますよね。はい。しかも、やっつけているやつが、春とかいうさっきのやつじゃないか。やるな。笑い方面白いな。私に勝てるものなんて誰一人よら。完全に中二病じゃないですか、もう。いやいやいや、私がこれがね、私の巣でございますからね。はぁ、エルストライク。私に勝てるものなどいないはずなのに。あ、いたぞお前。はい、かましていく、かましていこう。さよなら。普通に学校でもそんなキャラなんですか。あ、学校ではですね、ちょっとコミュ障全開でやっぱり友達がいないとかって感じでございますけどね。いや、巣を出した途端なんか友達が全員ね、周りから消えているという。はい。え、じゃあ体育とかのペアどうしてるんですか。え、体育ですか。はい、体育とかのペア作ったりしません。え、体育はもうペアを作らずに遠くから女の子を見る授業じゃないんですか、それは。え、違うんですか。体育って夏の体育、あれは最高じゃないですか。絶対違う。もう面白すぎる。いやいやいや、そういえばなんか YouTube で最近なんか、まあ最近と言いますか、うん、はい、岡原っていう人なんか知ってますかね。はい、お岡原っていう人って知ってますかね。なんか僕も最近ちょっと見始めたんですけど。ああ、わかんないですね。あ、COD 実況者ですか。ああ、なんかそうですね、 COD 実況者で、なんかメタルギアもちょっと上げてるの見たんですけど、はい、COD をメインで上げているとかっていう感じですね。まあどこが面白いやらっていう感じなんですけど、なんか最近ちょっとチラチラ聞きましてね。あ、はい、なんか発狂したな、この怪人。はい、なんかじゃあその人一応見ますわ。見てみてください。はい、チャンネル登録をしてきます。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 あ、そうですね、僕もちょっと最近見始めたんで、まあ、はい、これからどんどん見ていこうかななんて思ってるんですけどね。いや、最高。 GT5 って言うと、ゲームジャンル的にはどういうあれなんですかね。あ、ゲームジャンルは普通の、オープンマップっていう。はい、いくらもできんだ。そういう系のやつ。うるせえぞ、ハル。おい、さだか様が喋っているじゃないか。静かにせんかい。君も大人だろ、それぐらいわかるよね。あ、オープンワールド、メタルギアソリッドファントムペインのような感じですよね。そういう系で、殺したりするゲームの友達に共有されてるの。共有やった。そういうやつ、はるくんがなんかな、さっきから強制、プレフォー買えって脅されてるから。はるくんプレフォー買ったの。まだだよ。まだなの、買わないの。そういえばなんかフレンドさんどっか行っちゃいましたね、さだかさん。あー、はい。いやはや私がうるさくしたバカに申し訳ない。これは全裸になって BO2 をやるしかないようだな。ただの変態じゃないですか。いや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 、だからこれが私の素ですよ。はい。変態。え、変態なんですか。いや、あなたが変態でしょ。おもつれーのー。まったくもう。おー、うまい。なんか今さっき、はるくんに、おー、うまいとかって言われたんですけど。ダメだ、殺されてる。わあ、わあじゃねえよ、ハル。いや、それはないかな。うん、岡原っていう人ですよね。ああ、そうですね、なんかさっき僕が言ってた人ですよね。はい。しかし点差がちょっと広がってますね。これは私のせいでございますね。聞いてもいいですか、ちょっと。はい、
あの、岡原ってあなたですか？え、違いますよ。え、マジですか？声超似てるんですけど。え、それ気のせいじゃないですか？え、本当に似てるんですって今見てますけど。え、いや知らないです、知らないです。僕なんかちょっと最近見たっていうだけで、あの、全然知らないです。もう本当、本当軽くなんか、関連動画に、あの、ヒカキン TV Everyday を見てたら、ブンブンハロー YouTube とか言ってた。あ、ちょうだい。なんやお前。やばい、集中できない、面白すぎて。あー、どこにいるんやらこいつら。そこだろ、会えてよかったこんな人に。いや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 、私もね、あの、あなたのような優しい優しいイケメンに会えてよかったよ。顔知らないじゃん。いやいや、私はね、もう全てを見通せる男と何度言ったら分かるのかね、君。面白い、本当に最高だ。おいおいおい、なんだこいつ。ざまあ見ろ。てか俺、1キルってちょっと俺終わってる、マジで最悪だ。いやいや、気にしないでくださいよ。その分ね、私がね、成敗させていただきましょう。ございますよ。よー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 そろー。 BO3 やってます？ BO3 はやってないですね。いやー、やってない。ギャーじゃねーよ、だからギャーじゃねーよ。この BO2 が、あの、初めてっていう感じでございますね、 COD。 ああ、そうなんですね。本当に、あの、寝ずに頑張った結果、あの、今ちょっとこんな感じで、いやー、まだ全然操作も慣れない感じなんですよね。いやー難しい、このゲームは非常に難しい。あー、負けたー。やったー、やったーじゃねーよ、お前よ。なんかさっきから発狂ばっかしやがってよ、この野郎。倒すたびによ、あーとかさ、お前。ハッハッハッハじゃねえよ。最高最高。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録やコメントもぜひぜひよろしくお願いします。そんじゃあまたね、バイバイ。